写真集ナンバーファイブついに発売されました。皆さんゲットしてくれましたか？少女から大人の女性へと成長した2人の出会いをテーマに少女から大人の女性へと成長した2人の出会いをテーマに7つのシチュエーションで全編取り下ろし、特典としてユニット結成7年前からのテヨタムイトミク個人のソロ初ソログラビアの10代の貴重な未公開ショット、声優パラダイス R で連載中のピクパラ4年分の未公開アーカイブスなどを収録した永久保存版です。頑張ったね、読めたね。もう公式の説明文丸々だからねタジ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 、説明文丸々だからね。相変わらず買ってない人は急いで。夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田舞です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下でったれっきりの秘密の会議をお届けしていきます。ということで、この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日。はい、毎週水曜日はリスナーの皆さんから届いたメールを時間の許す限り紹介していきます。頭落ちちゃう、まったりしすぎて。それは良くないよ、首が痛そう。もう切れちゃってるからね、ここちょっとソーシャルディスタンスソーシャルディスタンスソーシャルディスタンスだから。じゃあ読みます。はーい、ラジオネーム N ケンさんです。ありがとう。ミクさん、萌さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日今年の流行語大賞のノミネートが発表されましたね。ピクミにとっては放送時間が変更したりと大きな変化があった今年1年間、お二人が考える今年のピクミ流行語大賞は何でしょうか、うん、それでは、まあ、PS で書いてくれてますけど、個人的にはミクさん、あつ森純くん、萌さん、占いバチェロレッテが候補にあります。そんなバチェロレッテの話してなくない？してないね。そんなバチェロレッテの話したの私じゃなかった。なんならミクだよね、うん、ミクは見たって話だったよ。確かに私はあつ森の話ばっかり今年はしていたかな。今年なんか印象に残す言葉何も残せてないわ、死の怖い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 。すごい病むじゃん、急に急に病むじゃん。ズームねえでしょ、やめてよ、ズームの件はやめて、ズームの件はやめて、うん、ちょっとちょっと、聖夜の件は聖夜さん大好きだからね、萌さんは。聖夜さんは大好き。そうですね、本当に好き。つかもう霜降りが好き。霜降りの話確かにずっとしてたね。そうなの、聖夜さんの話ずっとしてたもんね。止められないんだったら 今でも話せるよ止められないんだったらもう毎日の霜降りチューブの更新と、この間の徹子の部屋最高に面白かったから粗品さんがやったことない西田敏行のモノマネやらせてできるでしょって言われて、そう、あなた、じゃあなんか最初にせいやがモノマネできるじゃん、うん、じゃあせいやさんやってって言ってさ、いつものせいやのラインナップやるじゃん、うん、であんまり刺さんないのよ、うん、徹子さんに、うん、で徹子さんがあなたはモノマネできないのって粗品さんに振って、うん、であれお気づきになりませんでした、あの今スプーンに映った小栗旬のモノマネしてますよって、いつもの鉄板のやつやったのに、うん、なんかそれも刺さんなく滑って、うん、してもう他にできないのって急に言われてもうラインナップないのに、うん、だから西田敏行さんとかとか言ってもしもやってたんだやったんだ、そう、せいやのモノマネラインナップなのに粗品さんがやってるんだ、やらされてめっちゃ面白かった。いつもと違うことやってていつもと違うことやってた、それはおもろいですね。はい、じゃあ次、ラジオネームシードルさん。トヨタさんが R1 に出たいと言ってたのでやってほしいネタがありました。そんなこと言ってた、私言ってたよ。やばい女だなもう覚えてない覚えてない、もう覚えてない。忘却、そう、みんな私の言葉にあの責任を持たないでください信用ならんな、信用ならんよ、うん、トヨタさんが想像で作り上げた迷惑なアイドルオタクをフリップで紹介するネタ歌謡曲の替え歌に乗せて今の政治を切っていくネタ。政治を切る、政治を切る、政治切るネタ。このハゲって言えばいい切っていけばいい、切っていけばいい。トヨタさんだから歌謡曲の替え歌に乗せてだしね、いいね、フリップ芸ね。アイドル系は確かに、まあ、なんか作れそうだね、うん、妄想で作り上げたアイドルオタク、うん、そうだね。フリップネタいいじゃないですか。粗品さんみたいなフリップネタすごい好きだけど、いいじゃない、グリとグラフですねって言えばいいじゃないですか。めちゃムーミンのムミンムミンムミンやればいいね。あれ大好き、ね、あれおもろいよね。急に入るムミンが好きやっぱプロの芸人さんにはかなわないので、ね、はい、お任せします。では続きまして、ピク
クミンネームタカアニストさんです。ミックも石こんばんは。こんばんは。お二人は懸賞に応募する機会はありますか？僕も昔はお菓子の箱についている応募券なんかを集めてハガキに貼って投函などをしておりました。上、から久しいと思っていたのですが、よくよく考えるとオタクを始めてから雑誌やツイッターなどちゃんと懸賞に参加していることに気づきました、形は変われど当たれとワクワクしながら待つあの感覚はいつになっても楽しいものですね、おかげさまでミックのサイングッズなど稀にいただいてますよ。萌え氏の方は徳がまだ足りてないようです。頑張ります。あ、徳が足りてない。萌えさんのが当たるには結構徳を積まないといけない。そういうことなんだ。そういうことなんか徳を積まないとね。そうそう、萌えさんのは厳しいですからね。厳しいからね。はいはい、なるほどね。応募かしてないな。検証ね。あ、でもゲーム機とか当たりますみたいなやつ応募してたかも。そういう雑誌のやつで。当たった試しあるかな。 DS 当たりますみたいな。なんか当たったことある？ない。徳が足らん。こんなに無欲なミクさんなのに。徳がまだまだ。何がダメだっていうのミクの。まだまだ足りてません。こんなにも無欲で物欲センサー働かないのに。何が足りてないっていうの。本当だよ。もう悲しいです。私は悲しいです。当ててください。悲しいね。まああんまり送ってないっていうのもあるのかもしれないけど、まあそうね、確率論はあるからね、確実にね、はい、というわけで今日は以上になります。引き続き私たちへの質問、番組の感想などどんなことでもいいので送ってね。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスで残像。ピクシスの夜空の下でミーティング。そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお手寄りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net。 pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第351回目の放送いかがでしたでしょうか。牡蠣が食べたい。牡蠣？生牡蠣。あ、生牡蠣の方。うん、今シーズンなんですか。今シーズン、冬はずっとシーズンだよ。食べたい。生牡蠣食べたい。どこで、普通にお店で食べれるのかな。食べれる。文化放送の近くのオイスターバーめっちゃ美味しいよ。行ったことない。そう、あそこ行きます。行きましょう。それはもう行きましょう。お腹空いたんで。はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのデュータマエとピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。